思いついたことはですね、アトリエを、オンライン授業をもう半年以上か、去年の8月からさせていただいているのですが、やってみて思ったことなんですけれども、すごくいいんですね、オンライン授業。なぜかというと、お家の中に、絵を描く環境ができるからです。創作をする環境ができるからです。例えば、ピアノだと、ピアノでも、バレエでも、スイミングでも、毎日やれるんだったら、やるに越したことはないですよね。やればやるほど上達します。で、お絵描き教室ももちろん一緒で、技術が向上するというよりは、自分が思いついたことをその作品にするっていう習慣ができるってすごく素晴らしいことです。なのでオンライン授業をするとアトリエに来て週に1回だけ、汚してもいい環境でやるというのではなく、お家の中にその絵を描いたり物を作ったりするコーナーを作って、でそこからこういつでもできるっていう形にしておくと本当に素晴らしい環境ができて、お子さんたちの才能を、黄色の才能ですね、クリエイティブの才能、それから、芸術家の紫色の才能を育てることにとても役に立ちます。ただしですよ、ただし、これを、片付けなさいというふうに怒ったりとか、汚してしまってダメでしょうというふうに叱ったりしてしまうと、これ逆効果になっちゃうんですよ。それが怖くて、自分がこう自由に創作活動をする、心を自由に遊ばせるっていう状態がなくなってしまうので、怒らないように、叱らないように、声を荒げないようにして、一緒にじゃあ片付けようねっていうふうにしてやっていく。で、砂場を例にとると分かるんですけど、お子さんたちってこう好きなものを作って、あとは蹴散らしておくのが、子供本来の、むき出しの感情になるんですね。なもんだから、完成させましょうとか、それから、あとをきちんとしましょうっていう風にすると、やること自体をやめてしまうようになります。考えたりやることをね。なので、サポートをしていただける、才能を伸ばすためだったら、付き合ってあげましょうっていうふうに思っていただけるご家庭だったら、自分で、できるようになるまで、お片付けできるようになるまで、一緒に片付ける。で、もし、お子さんが途中で、できなくなったら、後のことはちょっとさっとささっとやっておくっていう形にするといいかと思います。完璧に綺麗にしなくて大丈夫なんですよ。ただですね、これも、お子さんたちの特性なんですけれども、例えば、ぐちゃぐちゃになってるものを、廃材とかですね、ぐちゃぐちゃになっているものの中からあんまり出さないんですよ、お子さんって。綺麗にきちんと整頓してあるものをこう崩すのが好きなんですよね。で、そこから好きなものを出してきて作るっていうのが好きなもんだから、絵の具もきちんと並べて、筆もきちんと並べて、これ自由に使っていいんだよっていう風にしておいて、ぐちゃぐちゃになったらまあ一緒に片付ける。で、途中で片付けるのに飽きちゃったら、じゃあやっとくねっていう風にしていただくと、とてもよろしいかと思います。で、そうですね。アトリエの中に、創作をするスペースを作ってあげると、黄色や紫色の才能が強いお子さんって、例えば、忘れ物をする、人の話を聞いていない、自分のやりたいことしかやらない、人と違ったことをやりたがる、そうですね、列からはみ出すとか、そういう、特性が強い人ほどアーティスティックな才能だとかクリエイターの才能強いんですよ。自分の世界で自分の中に入って自分の考えたいことを考えているっていう状態なので、人の話が聞こえてこないんですね。で、人の話聞いててもいつの間にか自分の中に入るので、こう聞いてほしい話っていうのは聞くことは難しいんです。その代わり、自分が聞く必要があるものっていうのは必ず聞いているんですよね。なので、
クリエイティビティを持っている強い全員持ってるんですけど、人は全員持ってるんですけれども、それが強いお子さんたちはそういう状況がすごく強く出ますから、それで怒られてしまうとですね、今度は自分の頭の中で楽しいことを考えて、こうストレスを解消しようと思うので、そうするとゲームの世界に入ったりとか、アニメだけ見てるとか、そういう状態になっちゃうんですよ。なので、じゃああなたの好きなことは何ですかって聞かれた時に、ゲームとか漫画を読むとか、そういうふうにしか答えようがなくなっちゃうんですよね、お子さんたちね。なもんですから、そうではなく、いろいろこうやりっぱなしにすること、すぐに飽きること、他のことをやり始めること、最後まできちんとやらないこと、整理整頓もしないこと、そういうことっていうのは全て才能の裏返しなので、そこのところは見てみないふりでサポートをしていただいて、あとはどのくらいこうワクワクドキドキ楽しくやってる時間を長くするかっていうところに重点を置いていただけると、お家の中でも毎日才能が育っていくという状態になります。今日は、家の中にアトリエを作ろうということで、ご説明をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。